皆さんこんにちは、ひなです。今回の動画はいつもとちょっと違った感じなんですが、今マウイ島で何が起こっているのかとか、私たちに何ができるかっていうことをちょっと拡散したくって動画を出させていただきました。ハワイに住んでたものとしてちょっと今回のことが他人事とは思えなくって、今はロサンゼルスに引っ越してきてしまってハワイに住んでいるわけではないんですが、私のできる限りのことをしたいなって思って今回ね動画にすることにしました。私の家族とか友達は全員オアフ島って言って、いわゆるワイキキがある島ですねにいるんですけど、マウイ島出身の友達がいたり、私自身も旅行で行ったこともあって、少しでも被害に遭われた方々の支援になれればと思ってます。動画を始める前に今回の被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。マウイ島で今何が起こっているかっていうのが日本でどこまで報道されているかわからないんですけど、まだねいろいろはっきり分かってないこともたくさんあるし、状況がねどんどん変わっているので、この動画が出てる頃にはまた新しい情報がね出てるかもしれないんですけど、今私が知っている限りでのお話となります。なのでもしねその最新の情報とズレがあったらその点はご了承ください。まだねニュース見ていないよっていう方がいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明すると、ハワイ州は8個島があって、その一つにマウイ島があるんですね。でいわゆる観光で皆さんが来られるワイキキとかはオアフ島っていう場所にあって、マウイ島はそこから飛行機で40分ぐらいのところにあります。自然もすごく綺麗だし、地元の人からも観光の方からもね愛されてる島です。でマウイ島では先週ぐらいからハリケーンのような強風が続いていて、8月8日にその干ばつと強風の影響で山火事が発生しました。強風のせいもあって火がどんどん広がってしまって、マウイ島の町がたくさん被害を受けて、中でもマウイ島の西部にあるラハイナっていう町が壊滅的な、ダメージを受けました。写真とかを見ると町全体がもう本当に焼けてしまっているのがわかると思うんですけど、本当に見てて悲しくなりますよね。ラハイナも観光地としても有名だったので、馴染みのある方も多いかもしれないんですが、今はこういう状態です。山火事が発生してから1週間以上経った今も一部の地域ではまだ火が続いていて、渓谷とか人が入りにくい奥地の鎮火作業が困難な状況だっていう発表も出ていました。8月15日時点での公式な発表だったので、動画が出てる頃にはまたちょっと変わってるかもしれないんですけど、まだまだ厳しい状況が続いているようです。その避難勧告の警報が鳴らなかったとか通知が来なかったっていうニュースも出ていたんですけど、真相はまだ分かっていなくて、ただそのすごいスピードで火が広がってしまったので避難するのも大変だったようで、ニュースでインタビューを受けていた方は火に気がついて車で避難しようとしたんですけど、安全なところへ運転している途中に渋滞にはまってしまって、火が近づいてきたから仕方なく子供も連れて一緒に海に避難したっていう話をされていました。インタビューを受けていた方だけじゃなくって、他にもそういう手段を取られた方もたくさんいらっしゃるだろうし、聞いてて本当に心が痛みました。荷造りをする時間もないまま避難された方がたくさんいて、家とか車とかもちろん職場とかももう全て失ってしまったっていう方がたくさんいらっしゃいます。行方不明の方の捜索も続いてるし、亡くなられた方の数も日々増えていっている状況です。ここからは私たちに何ができるかっていう話なんですけど、マウイ島の各支援団体が今寄付を受け付けていて、世界のどこからでも金銭的な支援ができるようになってます。物資支援は今のところもたくさんマウイ島に物が届いて、それを仕分ける作業に現地のボランティアの方が追われているようなので、物を送るのは今のところストップしてくださいっていうお願いが出ています。寄付なんですけど、英語のサイトが多いのでどこに寄付していいかわからないとか、寄付したお金がちゃんと必要な人に届くかわからないっていう方もいらっしゃるかと思って、とりあえずメジャーな寄付先をざっとご紹介しようと思います。各団体のウェブサイトとか寄付先は概要欄に載せておくので、ぜひそちらもご覧ください。まず最初はハワイコミュニティ財団ですね。ここはハワイ州で100年以上にわたって地域社会に奉仕している財団で、今回はマウイストロングっていう基金を立ち上げて、寄付されたお金は避難所、食料、あとは財政支援っていうのに使われます。2
2つ目はマウイ・ユナイテッド・ウェイっていう団体で、ここも非営利団体なんですけど、ここも復興に向けた活動への助成金を補助したり、支援を必要としている方たちに直接寄付をされています。3つ目がマウイ教祭で、ここはマウイ島に住んでいるご家族、高齢者、障害を持つ方、あとは保険に加入されていない方や保険に制限がある方々への支援を行っています。4つ目がマウイフードバンクっていう団体で、ここは被害に遭われた方のための食料を提供するために寄付を集めています。あと他にも寄付を必要としている家族の GoFundMe っていう、クラウドファンディングのリストが載っている Google シートも今作られていて、もし大きな団体に寄付することに抵抗がある方は、そこのリンクから各ご家庭に直接クラファンで送金できるようなシステムができているので、その Google シートもぜひ見てみてください。助けを必要とされているご家族が本当にたくさんいらっしゃって、その Google シートも随時更新されていて、どんどん家族の GoFundMe が設立されているんですけど、私が見た時点で1000家族ぐらい乗っていたんですけど、本当に少額でも助けになると思います。あと旅行に関しても、ハワイ州知事から8月31日まではマウイ西部へ緊急ではない旅行は避けてくださいっていう声明が出されていて、今は西部だけじゃなくって、マウイ全土資源も限られている状態なので、観光はかえって負担になってしまう状況だと思います。マウイ島にね、旅行を計画されていた方もいらっしゃると思うし、キャンセルがねできない可能性ももちろんあるとは思うんですけど、もしまだチケットを取っていないとか予約を取っていないっていう方がいたら、ちょっと今はね延期するべきかなって思います。ということで、今回は少し悲しい内容だったんですが、ハワイに住んでいなくても金銭的に支援をすることはできるので、寄付のリンクも下に貼ってあるので、ぜひよかったら見てみてください。もし寄付をする余裕がなくても、拡散するのはただなので、マウイ島の最新アップデートが載っている SNS のアカウントなども下に載せておくので、覗いていただけたら嬉しいです。ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。